安倍首相石田派起用見送りへというね、このニュースから本日、深いに参りましょう今、あ,の、はい、あえて、はいえー、珍しくフルテキストで読んでいただきましたが、それは石破さんの話っていうのが一番最後に出てくるから、はい、フルテキストで読んでもらわざるを得なかったんですけど、はい、まあ、けったいな記事ですよね、<laughs> はい、こ,のこの関西言葉わ分かりますよね、きっかいな記事だという意味です。はい それでまあ、自分でアドバイスを上げて後でひっくり返してるみたいな気まずその政権幹部という匿名の話で、えー、石破からの閣僚級を見送りこう固めた、うん、あで斉藤農水大臣を交代させる、うん、役員にも党の役員にも起用しない、はい、と言っておいて、えーえー、石破さんは。あ 国,国家、国民に誠実な姿勢ではない、すごいものの言い方です、本当だとしたらね、はははい、僕は直接聞いてませんが、えー、でそれをお、話を長めに入れて、党内の反発性、見直しを迫られる可能性もありますと、なんか石破新聞の機関紙みたいな書き方になってんですけど、<laughs> まずあのお、安倍総理の推薦に,になったからといって、安倍総理の方に偏って、僕は物事を申しませんので、まあ、それは。 トラマニュースをご覧の方はある程度ご存知だと思うし今日こんなにねっ今日って連休の最後の日じゃないんですかそうですねというもったいない,というですか <laughs> ありがとうございます <laughs> あの,その来てくださった皆さんには、うんまあ、そういう是々非を貫いてることは、うん、ご理解いた頂い,いてると思うんですけれども、うん、その立場はもちろんあの貫いて申しますとまずその石破派からの閣僚級を見送るとか、うん 役員に起用しないっていうのは今の段階で決まってるって話は僕は全く聞いてないです、ああでただし僕の方から積極的にえ<い>人事どうなるんですかとそんな馬鹿なことは聞いてませんから、はいえー、勝手に流れ着く情報だけですけどええでも間違いないのはこの外遊期間中に総理は決めるんですよ出発前に決めてるってことはありえません。ねはい したがって、この意向を固めたって勝手に書いておきながら、その後石破さんの話だけ引用して、えー、ひっくり返すようなことを書くっていうのは、奇妙な話です、はいで、その上でですね、はい、あの今日の虎ノ門ニュースは当然、総裁選で何があったかっていうことを、はいえー、公平に話すのは大きな願目だと思うんですよね、はい、だから、まあ、本当は、他の項目全部やめてもいいぐらいのことはないかと思うんですよ。で その上で、ですね、えー、まず斉藤農林水産大臣のことですがああ、はいで、ここには交代させるって勝手に書いてありますが、えー、あ僕はこれ、総理ともちろん話してませんし、はい、あの党の誰ともお話はしてませんけれども、えーえー、僕はあ必要があれば留任は当然、はあ、必要は総理があ必要がっていうのは、党内政局じゃなくて、えー、あくまで農林水産行政にとって必要だと思えば、あ 続ななさっても全く問題いいと思います、まあはい、で逆に、えー、農林水産行政について、えーえー、新しい大臣にした方がいいと思われるなら、えー、もう一回言いますが東南政局と関係なく、えー、新しい人でも、はい、良いと思いますなぜかというとやっぱり住民、党のこれも今からどんどん問題発言またしますが、はい、やっぱり弱点は安全保障、外交なんですよなんでかというと票にならないですから。 だからこれは自由民主党のと言いましたけどもすいません、きついことをこれからさらに言いますが有権者の側も外交安全保障は今にならないという現実があるからどうしてもそこは勉強不足になっているんですよ、現に朝8時からこれはあの国会開会中です今、閉会中ですから今はないんですけれどもないって時々ありますが国会開会中は毎朝8時からまあ部会という名の勉強会でもありそれから 法案の審議の最初の場でもありという非常に重要な会合があるわけですけど、はい、この番組でこれは僕は初めて有権者国民に伝わってると思うんですけどその外交安保の部会っていうのは虎取りが証拠ですから、はいはい、だから虎取りは番組にとってお遊びなのかもしれないけど、はい、あのそこはやっぱりあのいやお遊びでも全然いいんですよ全然いいんですけれども。 お遊びだから終わりって僕は言おうとしたんじゃなくてお遊びででああってもも伝わるるのがあるんですよそう外交安全保障の部会、えーえー、僕は重点的に出ますけれども、はい、というか残念ですやっぱり他の部会なら出なられないのが同じ時間にやりますからね、はあはい、農林水産も、うん、文部科学もですね、うん、例えばでもそういうのも、あのー、ギリギリ無理をして出てるんですけれども。 あの外交安保の部会が映るとパラパラしか人がいないとそれからやっぱりあの視聴者が一番賢いんで視聴者はお気づきでしょ同じ顔ばっかりじゃないですか、ね、まあ確かにそれで自由民主党の総裁選挙でお分かりいただいた通り405人いるんですよ405人の中,中からいつも同じ顔が45人から多くても78人までまあ正直じいねということはははっきり言うとお 400人近い自由民主党の国会議員は、安全保障、防衛の部会にはほとんど来ないんですよ、うんね、外交もちょっとマシュだけど、うん、もうその国防となると、本当に少ないですよね、うん、だからそこは弱点なんですよ、うん、それが勉強の機会だから、えー、でも、農林水産部会って言って、うわーっともういるわけですよね、えー、これ、表面に直結するから、うん、それからそういう,う団体に支持されてる議員の方も多いから。うんえー だから話を元に戻していくと農林水産分野っていうのはあのものすごく精通したい人がいっぱいいらっしゃいますからその中から既得権益を打破できる人を選んでいくっていうことを安倍総理がお考えになって斉藤さんが交代されてもいいと思うんですがこれこの記事だとですねこの記事のまたいやらしい点はね総裁選の最中に斉藤農水大臣があの大臣の一員だったらあー 石破さんを支持するときは、辞表を書いてからにしろと言われて、圧力だと、報道によればですけど、斎藤さんは非常に強い調子で、そのように批判なさったというの、書いてないけど、書いてあるじゃないですか、だから、後退させるんだと、そういうニュアンスだから、最後に石破さんが、これは国家、国民に誠実な姿勢ではない、間違っているというふうに、この記事がはっきりと仕立ててあるわけですよ。 でまだ書いてるならまだいいんだけども書いてないけれども歴然と書いてあって<ー>責任は取らないけれどもそういうふうなうんあ感じに持っていくっていうのは僕はよくないと思います、えー、19年記者やった経験からもそう思います<ー>でその上でですね、はい、そういった以上は斎藤発言をどう考えるのかっていうのを、えー、今あ僕は全部考えていることを申し上げます<ー>で総裁選の最中にはあの一切申しませんでしたが、はい それは、その発言することによって、そこに焦点が当たるからです。そんなことに焦点が当たる総裁選でどうすると思いましたから、<ー>総裁選の時は申しませんでした。<ー>で、まずこの斎藤健さんは、僕の長い友達です。はい、で、前から申し上げている通り、<ー>意見の違う人に友達多くて、<ー>朝日新聞の記者にもたくさんいますし、はい、NHK にも友達はいるし、<ー>毎日新聞にもいるし、立憲民主党にもいるし、<ー>共産党にもいるし、<ー>もういいですか。<laughs> まあその意見の違う人が友達に多いんですが斉藤健さんは僕はもともと意見は大して違わないんですよでいつあったかというとですね斉藤健さんが経済産業省の資源エネルギー庁の課長だった時に元官僚の方なんですよねそうです、えーはい、東京大学の経済学部法学部じゃなくて経済学部出身でい、うん、わば経産官僚の時に良心派で知られた人ですよ僕はメタンハイドレートっていう自前資源をやるべきだというので、えーえー あの民間の専門家ですから、はい、あの今、僕は注意しなきゃいけないのは、国会議員に対して、前川喜平前文科大臣、はい、文科次官がおっしゃった通りですね、免獣腐敗とね、はいえ、それを座右の銘にされてると、本音が表に出たとも言えるわけですよ、で今、国会議員になっていると、逆にあの、はあはあって聞く官僚を議員会館に呼んでも意味がないので、えーあの、新潟県知事になられた。はいはい その花角さんのようにですね、ちゃんと僕に反論できるという人に、ね、なるべく、議員会館に来てもらってるんですよね、そこで、あのー、議論をするわけです、それで話を元に戻すとその、国会議員になったら逆にこう、なんか言うことを聞いてくれてるように見えて、本当は全然聞いてないというのを警戒しなきゃいけないけど、<え>民間の時はですね、 そもそも本庁の課長になかなか会えないわけですよ。うん、で、交渉して交渉して、えーえー、やっと会えるんですけども、斎藤健さんは、はい、その資源エネルギー庁の課長の時代に、そんなことをしなくても、えー、青山っていうその民間人が自前資源を自費で、 研究開発してて自費も含めて研究開発してて、うん、それずっと主張してるっていうのを僕はお会いする前から関心持たれていて、うん、はいだからそんなあのもう鬱屈するような交渉しなくても、うん、会うことができてだから随分会って役所の中で議論をしたわけですよ、うん、でその時に斎藤健さんは僕の考えに必ずしもあの沿わなくてホン、うん、一国で出ちゃ悪いかもしれないけどどっちかというと否定的で あのそ,んなそれは本当にできますかということはあの言ってらしたけれども、<ー>でも議論ができる大事な官僚なんですよ<ー>あの、意見の違う人の友達が多いっていうのは、それどうしたらいいんですかって質問を違う場でよくいただくんですけれども、あのそれはこっちもですね、<ー>なんかあの話しに行ったらこう、認めてくれないと嫌だっていう考え方だと、<ー>お互いにそこで終わっちゃうんですよ、斎<ー>藤健さんみたいに、かなりあの僕に否定的なことをおっしゃっても、 とりあえず会える人には会うっていうのが大事だと思うんですけど、えー、だそこから付き合い始まってるんで、えー、まあもう随分長いんですよね。はい、で、その後斎藤健さんは埼玉県の副知事になられて、えー、で、僕は斎藤健、本当は健ちゃんと言ってるんですけど、えー、斎藤健ちゃんに会うためだけに埼玉県庁に初めて行きました。埼玉県庁にあんまり用事なかったから。えー、で、その時に僕だけじゃなくてあの、当時の若い研究員なんかも連れて行って、えー 一緒に会って良心的な官僚っていうのはこういう話をするんだっていうのを見せるために斎藤健副知事のとこ行ってその時に印象残ってるのは斎藤健副知事は青山さん副知事になってよく分かったとやっぱり人口が減っていくときれいごと言ってられなくて行政を一つにねつまり市町村の統合をやらないともう対応ができないとつまり過疎があってその 高齢の方が例えば、本当に4、5人しかいらっしゃらない集落があって、そこに県庁から行かせてると、要するに行政が実は成りたないと。限界集落って言うことばあんま好きじゃないですけど、まあ、そのとおり、おっしゃる通りです、でもそこを統合すると、なんとかその県庁、つまりそこの市町村に任せきりじゃなくて、県庁から手当することもできるようになるので。 ですよでその後僕は意外でしたけども国政に転身されて、うん、で落選の大きめに会うわけですよね、うん、でその頃からひょっとしたら石破さんが救いの手を差し伸べてたのかもしれませんが、うん、石破さんと斎藤健さんがその親しいっていうのは僕は全然知らなかったです、うん、というのはこれもありのままにいますけど斎藤健さんは国政行ってから 例えば民間人の僕は議員会館にこうあのいろいろ物言いに行ってて、うん、廊下で会ったりする時に、ね、ほとんど話してくれなくなったんですよ。<ー>何でか知らないそれは安倍さんとか石破さんとかこんな関係ないですよだって石破さんも僕長い友達ですから一、えー、回生の分際で友達と言って申し訳ないです、えー、要するに安全保障をぐって意見の合うところも違うところもあるから <laughs>、うん、石破さんとも長くことを議論してきた。で斉藤健さんはかか国政行ってから、うん 僕にあのー、挨拶も返してくれないんだなってどうしようかなと思ったけど、はいまあ、そういうの特に気にしないですから、うん、あのー、その場でいたわけですね、うん、ででも閣僚になられてそして僕は議員になりましてあのー、いいですか話し続けてははい、はいすみません、はい、大丈夫、はい、あのーえー、もう一回言います閣僚になられて僕は議員になって、はい、それでまた少し議論するようになってですね、はい、さあ、ここからどこまで踏み込んでいいのかわかんないけどもまあ両ままで言うとですね、はいあのー 農水大臣に会いに行こうと思ったら会えますけれどもおお、それはせずに、えー、どこで、えー、本音の話をしたかというと、宮中でしました。宮中だと、お陛下の、えーお、いやいや、陛下の恩前じゃない、えーえー、です、はい、陛下の恩前で、一回正議員が閣僚と一緒になること自体が、園遊会以外はないです、ねえーあのー、いろんなあの行事で行って、 そうするとですねあの待合室があるんですよ宮中の中に広いそれで閣僚も一年生議員もそこでは一緒なんですよ、えーえー、結構ね時間ありますよ15分とか20分ぐらいね<ー>でこれは我慢に言うと斎藤健さんがポツンと一人でいらっしゃるんですよ、えー、で、えー、こういう時もですね、はい、あのー、話がますますどきつくなんだけど、うん、人事してほしいとかね ね、自分が、ええ、例えば政務官とか副大臣とか大臣になりたいとか、はい、あのそれから選挙で応援してほしいとかいう議員は、ええ、そういうその総理はそこにいらっしゃらない総理はいらっしゃいませんいですわば総理だけいないんですよ、ええ、であとの有力者いるわけですよ有,有力閣僚とかあ<ー>有力大物とか有力大物って日本もないけど <laughs> はい、はい、要するにあの僕みたいな <laughs>、うん、あのペーペーと超大物が一緒にいるわけですよ でそういう人のところには人だかりしてるわけです宮中の待合室で国会議員の列ができたりするわけです、はあね、それで皆さんも言わなくても分かるでしょうが僕は絶対そういうとこ行かないので<ー>、あのー、斉藤県農水大臣だけ、はい、まあだけでしたねぽつんと全く誰も来ないんですよ、はあ、で斉藤県農水大臣のところに行ってまあ 大臣ですから憲ちゃんと言っちゃいけないんでそれ控えますが<ー>斉藤健農水大臣のとこ行って「うん、大変でしょう妬みで」って言ったんですよいきなり<ー>でさっき時間あるって言ったけど15分20分だし、えー、それから九州って場を考えると、えー、逆に、えー、あれこれ行ってる場合じゃないと思ったから、えー、いやそれ感じたんですよポツンと一人でいるのはね 普通、当選6回とか7回とか8回でやっと大臣になるかならないかでしょ。その半分以下で、当選開始、半分以下で大臣になってて、えー、で、これも公平に言うと、僕は安倍さんはこういうエグいことやるなと、<ー>つまり、話がどんどんきつくなるんだけど、石破派の面々で、えー、じゃあ本当に石破さんを総理にするために、えー この粉骨最新肉弾戦まで、肉弾戦ってお金ってみじゃなくて、自分を犠牲にしてでもやる人がそんなにいるかっていうと、それはあの安倍さんの派閥でも同じことだけど、ちょっとしかいなくて、この斎藤健さんはまあ数少ない一人なんですよ、これ、もぎ取ったわけじゃないですか、安倍さんは、総裁選に備えて、そはるか前から、だから右腕をもぎ取られたようなもんですよ、石破さんに見たらね、斎藤健さんが入閣したっていうのは。だからそもそもも これはここの部分だけは推測ですけど石破さんと斎藤健さんの間で内緒の話があったと思う,うん受けるってことは総裁選の時に難しくなるぞ安倍さんの狙いははっきりしてるぞと、えーね、石破陣営の右腕をもぎ取るつもりだと、えーあね、他にもそういう人事安倍さんやってるんで安倍さんはこの辺はエグいんですよ、かなり、ね、うんまあそれは総理総裁だからそれをやっても当然とも言えるけどうんそれで党内の目はですね まずあの、僕に人事の話をする人はいないんですよ。大体いいこの虎ノ門ニュースって危ないものがあるから。危ないね。<laughs> これ生放送でもやり直し聞かなくて、はい、やり直し聞かないのに何十万回でも再生できるわけでしょ。ね、YouTube がなんか蓋しない限りは。ね、だから、危ないので僕に人事のことを言う人はまあいないわけですよ。はい、それと僕が自分の人事に全く無関心っていうのは、それはさすがに疑う人いないので、 ね、だからまあ新人なのに推薦にもなったわけですよね話を元に戻しますと、ええ、だからこのポツンといるのもあいつはあの要するに石破派の右腕を安倍さんがもぎたいから大臣になったのに農水大臣なんておいしい仕事やりあがってっていうのが間違いなくあるから言って「妬み、うん、大変でしょ」うって言ったらですね、ええ、ちょっとこれ斎藤さんに事前に言ってないんだけど、はい、あの。 えー、いやだから「<laughs> そう大変だよ」なんて言ったらせずに正直な方ですねそういう人なんですよ、ね、<laughs> それで非常に率直なリアクションですねで僕はこっち見てて斉藤さんはこっち向きに立ってるこっちわーっとたくさんの方いらっしゃるわけでしょ、うんね、だって部屋の隅にいるんで,、えー、で僕からは斉藤健二さんしか見えないけど、はい、斉藤健二さん後ろが見えるじゃないですかそれで僕はこの耳って音を聞くためにあるんだけど 耳に気配を感じたのはああの危ない青山の野郎がサイトのとこ行きやがったって雰囲気か後ろからわっと来るからあんまり長生きしちゃいけないと思ったけど本来の目的日本の農水を改革するとで日本の農業はこれ尺の,の説法だったんですけどねまあ偉そうなこと言って申し訳ないけれどもと言いつつ日本の農業は。 最高の輸出産業になりえるのでそれを阻むものを変えていくために本来そういう本来の目的をやってくださいって攻めのまにってね言ったら齋藤健さんのこの目の後に「ちょっとおめえ釈迦に説法するのか」みたいなねやっぱ当然あのエリート管理プライドも高いからちょっとこの辺ただったんだけどうんうんっていう感じでねでそれ以降一度も実は今日に至るまで話したことない電話もしたことないんですが しかし、斎藤発言を僕はどう受け止めたかというと、正直、あきれました、これは。やがてこういうことがし静まって、うあの総裁選がはるかかなになった時点で、本人とまた改めて深い部分で話したいと思うんですが、んなんであきれたかというとです、ね、あれ、圧力ですか、うん、あれ、圧力 これはの基本の木で、斎藤健さんとも悪い人氏とか、俺、からないはずないんですが、大臣を辞めさせることができるのは、どなたですか <laughs> いや、その安倍陣営の一議員の方の方わけないですよねだから、これは法でちゃんと定められていて、憲法と法によって定められていて、閣僚はその全員について、唯一内閣総理大臣のみが任命権と悲命権を持つんです。はい 一切他の人は手を出すことができません住民との幹事長だろうが、うん、あるいはあまあ、あえて言うと陛下であろうが、うんね、陛下はお認めになるだけであって、うん、儀式をなさるだけで、憲法に書いてある通りです、うんはいね、もう一回言いますよ、ええ、任命することも辞めさせることも、ね、任命、罷免、両方とも総理のみが権限あるんですよ。うん、だから あの、安倍内閣の閣僚をやってて、石破さんを支持するんだったら、辞表を書くべきだってことを、安倍総理が言ったならば、これは全然話が違う。圧力そのものです、うんね、はい。誰が言おうが、現職、うん、閣僚なのか、うん、ね、あの、あるいはあ、住民主党の役員なのか、あるいは官邸の総理補佐官とか、ね、いろんな安倍陣営の方いらっしゃいますよね。うん、その中から、どなたがおっしゃろうが、うん、そんなもの圧力でもなんでもなくて、 そ嫌味じゃないですか、まあ、そうですすかうねで僕が農水大臣になるってことは今後僕が200人来てもありえませんが <laughs> ありえませんがもしも僕が今回の総裁選挙で農水大臣やっててそれでこれもすいません石破さんに悪いけどありえないけど石破さんを支持してて、ねはい、それで誰かに、はい、つまり総理以外に、うん、その辞法をまず書くべきだって言われたら、うん、こんなもん圧力どころか屁、うん、でもないじゃないですか。 ただの嫌味じゃん圧力と嫌みの間にいろいろあるじゃないですか圧力までいかないけれども不当な干渉だとか一種のハラスメントだとかいろいろ段階ありますねこれ全部吹っ飛ばしてただの嫌味ですよだから僕が例えば「なんやその T シャツは」って言われると別に別に変わらないよいや変わりませんよそれが大問題ですか <laughs> でそれを大問題にする、はっきり言うと、うん、その石破候補も僕はおかしいと思ったし、うん、安倍陣容の側もあ,あ,のある程度うろついたに見えたけど、これもまさしく決滞の話で、何がこんなことで騒わなきゃいけないんだと、うん、オールドメディアはもう言うにおいがです、あき、うん、果てるとはこのことで、何がこんなもん問題なんだって、うん、こ,れこれはですねこの過程ならできるんですよ、僕が今、政治記者だったら、政治記者やってましたから、うん、この過程ありえますよね。うんうん タイムマシーン、乗れは。僕は斉藤健農水大臣、絶対聞きますよね。大臣、これ圧力ですかって。うん、こんな、ただの嫌味じゃないですかって。うん、そんなことを問題にする方がおかしくないですかって。嫌味、うんね、なんかいっぱい言われますよって。嫌味、うん、の一つも言われないんだったら、余計に自由民主党にはおかしくないですかって。大臣、どうですかって絶対聞きますね、僕だったら。うん、誰一人聞かずに、うん、誰一人聞かずっていうのを、 僕,僕なりに調べました自分の人脈でだからさっき NHK とか朝日とか行ったんです毎日とかその辺の僕の知り合いの人たちに、はい、全部全部全部本当に時間を費やして、はい、あのやったところを誰一人のんな聞いてないんですよ、ね、だからこれ斎藤健さんを今あげつらって言ってるんじゃなくてことほど採用に次元の低い総裁選だったってことは言わざるを得ないんですよ 情けない限りですよ、はあ、総裁選の数千人の一人としても、その上でですね、うんえー、僕はブログなどでも、そのオールドメディアの戦術、はい、に、えー、みんな乗っけられたという趣旨も書きまして、えー、そうしたら、まああのえーまあ、いろんな意見をいただきたいんですけど、そのお二人、男性一人と女性一人からあの、安倍さんが苦戦したっていうのはオールドメディアの作った嘘であってっていうのがこう来たわけですけども。 そのご質問あるかもこの際はっきりしておきますと、はい、お僕が申し,上げ申し上げたいのは、はい、これはボログに書いてないから、はい、あの当然、いろんな反応があの例えば違う、うんまあ、誤解って言いたくないんだけど違う受け止めになってもしょうがないんですけどねあのトランプニュースのこの場で言いますとね、はい、僕は党員・党友票については、はい、これ、全然安倍さん苦戦したと思ってないんですよ。はい、これどうですかあの 虎ノ門ニュースにおいでの方はオールドメディアは全然見ないなことないよねえ全然見ない <laughs> いや全然見なくてもいいんですよ僕は代わりに見ますから <laughs> 全然いいんですが欠然とされてらっしゃるえっとですね <laughs> これあのもう一回整理する必要ないけども今日はね他の話題がちっちゃくなっても、うん、このことは言わないといけないんでちょっと時間くださいね、はい、まだ5時間ぐらいあるんですよね <laughs> あ<の>5時間経つの大変なんであ,あで椅子を <laughs> あの書くまでもないけど、はい、総裁選というのは票が2種類あって、えー、要するに、あのあのこれ、略字書いて申し訳ないけど、議員票ですよね、えー、でこれが405票で、国会議員票と、ね。で、国会議員は1人1票あるわけですよね、はい、でそれ以外に、自由民主党員、うん、僕の事務所を通じて入ってくださった方々も含めて、えー、これ、党友って方々がいらっしゃるわけですよね。はい、で党員の方々は、うん えーまあ、基本的に4000円払えばですね、はい、年間4000円、家族の方ですと2000円払えばどなたでもなれる、うんえーで、これを外国勢力が使わないのかというご心配をブログにたくさんいただいて、はいえー、正しいことをおっしゃるなと、はい、僕もそこは懸念しますけどね、うん、話戻すと、えー、この党員・党友、えーね、100万人を超えていらっしゃるわけですよ、それを405票にまとめてるわけですよね。こここっちのこっちちのそののれ民は これは大間違いです。党民って日本語はないです。<laughs> 史上初めて見ましたねこれ。<laughs> はい。だ,だから党員党友です。党員党友票ですね。な、は、ん、い、や党民ってのは <laughs> はいはい。それが181票で、うんえー、安倍総理まで40票入閣してるってことをずと、うん、いうふうにその解釈をずっとオルダメダは報道してんですよ。参議、うん、も含めてです。はあはいはい。ねえー えー、朝日 NHK のようなあの偏ったところはもちろんのこと <laughs>、ね、で、えー、逆にです、ねえー、国会議員票はあ73も入ったって報道はほとんどなかったです、ね、つまりその安倍さんが苦戦したというのは党民と間違いですけど党員・党友票,票のことオールドメディアを中心に国会議員も地方票と言ってましたが、えー、そんなおかしなこと言わないでください。中央と地方に分けけててるわけじゃなくて東京都も 党員・党友なんだから、適当に地方っていうのはやめてほしいんですよね、話を戻すとですね、こっちばっか問題してるわけですよ、でもこれは、僕は安倍さん苦戦したとは夢思わないんですよ、なぜかというと、安倍総理は地方を回れないじゃないですか、内閣総理大臣で、この坂上がったところにいなきゃいけないんだから、そうでしょ、ね。 自らその閣僚も事実上自らは外れてずーっと地方を回っててねだから地方票が増えるのも当たり前じゃないですかそれは顔見たことのない安倍さんよりも顔見たことある石破さん手握ってくれた安倍石破さんですよでなおかつですねあの前に石破さんが立った時にはもっと党員投票については獲得してるわけだから今回むしろ伸びなかったと言うべきなんですよ。 僕が問題にしてるのは、73票の議員票なんですよ。で、これが405人もいて、ですね本当多いですよ、今、住民票の議員ね。これが73票しか入らなかったから、石破陣営に。うん、でしかも4、4人も5人も立ったんじゃなくて、1対1の、ね 1> うん、いわば対マンね、えー、勝負だったから、これ、少なくないでしょ、これ、めちゃくちゃ多いんですよ、これ。<ー>これはですね、えーえー、なんでかというと、僕は無派閥ですよで。僕みたいな無罰の人が今や 時代が変わって七十数人いらっしゃるそうですが、ね。うん、はい。あのー、でも、例えばこの405人の中で、七十人、七十人ぐらい引くとですね、ね、三百三十、およそ三百三十人は全部派閥に属して、ガチガチに派閥に属してるわけでしょ。うん、ガチガチに属してるっていう意味は、お金もらってるわけですよ。うん、ね、派閥から。はい。昔ほどじゃないにしても、それは政治記者ですから、そこらもよく知ってますよ。ね。政治記者の中にもお金もらった人がいるんだから、ね。うん それが今、テレビに出てる人もいるんですよ。地上波に出てますよ。あ<ー>ああ共同通信にもいましたよ。<ー>本人が僕にばれてると知らないだけ。<laughs> ああはい。どの政治家から、つまりどの金庫、ね、どの金庫ってのは官邸の金庫です。官邸の金庫。官邸の金庫って意味わかりますよ。みんなの税金ですよ。ね、<laughs> そこから現役の記者時代にお金もらってった人がいて、今、テレビで論評やってますよ。 もう一回言いま,すかまさか僕は,それ僕は知ってると思うねん、いや、インテリジェンスを通じて、完全に証拠も僕は持ってますけれども、で話を元に戻すと、なんでそうなるかというと、誰か特定の人のことを言ってるんじゃなくて、ねいや、特定の人のことを言ってるんですが、特定の人を非難して言ってるんじゃなくて、派閥記者は、派閥に寄り添って取材をしてるから、取り込まれる人はそのように金をもらったりしてたわけですよ。うん ただしこれは念のために言いますとね、うん、あの記者でお金を現金をもらってた人はとっても少ない、うん、記者じゃなくてかつては新聞社通信社にいたけど政治家の間になってる人でもらってた人はすごく多かった、うん、良心的に見える人でももらってました、うん、で僕はあの、えー、名前を押せますけど同じテレビ番組に出てて、えーね、かつて、はい、あの人がいないところで、えー、一対たのところで「えーえー、先生 やっぱりお金もらわれたことはあの当時問題になった時に、はい、あのどういうことなのか説明なさるべきって言ったら以、ね、降、うん、その話してる最中から以降一言も口を聞いてくれなかったその後もずっと番組一緒だったの一言も <laughs>、はい、本番中も本番中も終わった後のもうそうです そんなに金が欲しいんですかね、僕、今までの不思議なのは、なんでそんなお金がいるんだろうと、ちょっと話が、これ、それたわけじゃなくて、あえて、一つのこと見るんじゃなくて、いろんなことを見るべきだからお話してるんで、それたわけじゃないんですけどね、でも、本数に戻していくと、ですね今回の総裁選はね、あの かつての僕は政治記者の時に取材してたのよりもうちょっと前、ねね、僕は田中角栄さんと会ったことないですから僕の世代っていのはああそうです,ないです中曽根総理とか<う>中曽根総理の最後ぐらい最後の1年が僕は総理番ですからね,ね田中角栄総理時代には政治記者やってないんですがその頃はこの国会議員に対するお金のばらまきはものすごかったそうですよね,<ー>ねで今回それはないんですがその総裁選にお金じゃなくて普段の派閥いる時から そのボンクレを中心にねこういう言い方をするんですよえっとねクレ、えー、はねクレ、えー、はおせおせぼとは言わないな何だっけ要するにその年越し、えー、それはいいんだけど夏はね氷代って言うんですよ<ー> <laughs>、ね、氷代ってね氷代が何十万も百<ー>万以上もすんのかと大体、えーね、いい今氷使うのかって今電気はい、はい、電気の冷蔵庫ですよみたいな、えー、いかに氷代ってことは昔から金屋を使ってたか。えーえー ね、で総裁選では確かに金は使われなくなってるみたいですけど、えー、普段派閥はお金配ってるわけですよ、はいはいね。で、何を言ってるかというと、だから、ガチガチに今回縛られてるはずで、50票のはずなんですよ。えー、で、これ、証拠があってですね、総裁選の,その投票の時きね、たまたまですけど、えー、僕の隣に、石破陣営の大物がいらっしゃったんですよ。えー いえはいはいええ僕は真っ先に行って最初は誰も座ってなかったんですけどとにかく隣に隣って両隣あるんですよどっちかは言いませんが石橋議の大物だったんですよそれで73っていうのが出た時にね投票終わってその方にですね「これめちゃくちゃ多いじゃないですか」って言ったんですよ「ここ A じゃないですか」だから周りの人は全部聞こえてると思うんですよ「これめちゃめちゃ多いじゃないですか」それぐらいの大きさですか って言ったらですねあの手買わされたんで「これバーバツの人がいっぱい入れたんですか?」とあえて聞いたんですよ違うだろうなと思いましたが「これどうしたんですか?」って聞いて答える人いないから記者時代と同じで「バーバツの人が入れたんですか?」って言ったらですねこういうねこういう目をしてね「看護家入るまで違う」って言われて。 持っってていく言んこれは見事なことで一発上がるじゃないですかモア派閥の人だったら鴨県に持っていく必要ないでしょつまり他の派閥から引き剥がしたんですよねそうでしょで僕の声は大きいし周りはみんなこうやって聞いてるからそこではそれ以上聞かないけどあこれは切り崩したんだなと思いましたから。 そこでの話の後に僕なりのさっきの意見を違う人も含めて石破陣営の斎藤健さんはじめ友達いっぱいいますから斎藤健さんに何も聞いてないですよ斎藤健さんはこうやって話題になっちゃったから僕相って何も聞いてないでも信頼できる方々に信頼できる方々に石破陣営を含めて聞いていったところ要するに安倍さんに入れるはずの派閥のお金ももらいながら石破さんに入れた人がいる。それで僕は それだけだと、そんなも党内政局の話で、はっきりと、勝手にやれっていう話ですけど、僕は問題にしてるのはですね、その理由ですよ。これを、聞いていって、聞いていって、もう一回言います想像じゃなくて、聞いていって、聞いていって、聞いていって、全部共通してたのが、なんだと思いますなぜ、安倍さんに入れるべき派閥から、ね総裁選の時ではない、もう一回言いますよ、総裁選の時にお金をもらった事実はありません。 しかし、普段からボンクレに派閥からお金をいただいてる、えーね、それなのに裏切って、これ、無記名ですから、投票は、えーえーね、青山重治って書いて入れるわけじゃないから、えーね、裏切って、<ー>でも、例えば石破派の幹部は、誰が入れるか分かってたから、えー、73秒はズバリだった、えーえー、全く事前に計算した通りだと、ね、話を戻しますと、えー、なぜそうしたか、ヒント。 これ言ったら絶対分かる。カタカナ4文字。カタカナ4文字。カタカナ4文字。これ平仮名4文字だったら大臣とかなるんだろうけど違います。そんなみんな、みんな、これあの、要するに23人増えてるわけでしょ本来の票より。ね、えー、でそれが全部隠れになることはありえないから、はい、だから大臣じゃないんですよ。で、しかもカタカナの、もう分かるでしょ ノクイズっていうのを今後あのいや今日からコーナー立ち上がりましたはいで一平ちゃんには今いつもむごい質問してるから <laughs> ディレクター岡村ちゃんは今あのー、ワルシャワにいるそうだからはいマスコミマスコミ違う <laughs> いかにあの健全な人かがよく分かるけどマスコミじゃないなんでしょうね、うん、で本当はもっと正式に言うと長いんですよ、ええ、はい手挙がってる人がいる口で分かりますから言って バランスなあっ、よろしかったら、マイク、ご遠慮なくお使いいただければ、バランスではないでしょうかバランス、これはやっぱり有権者は健全ですね、それが正解だったら、トラウマでわざわざこんな時間取っとって言わないですよ、それは健全な話だから、これが盛りかけです、全部そうだった。 要するに、りかけを引きずってる安倍さんだと選挙は、やばいと。ね。で、うん、来年春に統一予選挙があって、来年7月に参議院選挙があって、しかもその3ヶ月後増税だってことになってる。えー、衆議院会さんいつあるかわかんない、ね。そうすると誰とは言いませんよ。実は僕にはもう大体わかってるっていうのこ、これで理解できるでしょ。つまり選挙の弱い人ですよ。ね。選挙に心配な人で、 見事に選挙に心配な人に働きかけて行ってるんですよ、石破陣はそこはさすがだと僕は思います、盛りかけなんですよ、<ー>だからブログにオールドメディアに騙されてるって書いたんです総裁選の間、ずっとオールドメディアがやってたのは、本当は盛りかけ一色ですから、<ー>ね、で石破さんが非常に慎重なものを言いながら、特にテレビの出演の時には、明らかに盛りかけを言ってると、大体、ね、いい最初から正直、公正というのを掲げたんだから。ね ね。含み安倍さんは、不正直嘘つきで、うん、ね、公正じゃないということでしょ、うそれは。アンチテーで、つまり、今の安倍政権と違うことを掲げるのは正直公正って。うん、はい。じゃあ、安倍さんに女性問題が生じたんですかあるいは安倍さんがどっかの、例えば防衛産業から賄賂をもらったって話が生じたんですか何も生じてませんよね。だから、嘘ついてんじゃないかとか、公正じゃないんじゃないかって言われたのは、とにかく、ね、森友学園事件と、うん、それから賭けえー、 かけ学園獣医学部の問題だけじゃないですか。はいうん、どうでしょうだから正直構成って言ったら森かけなんですよ。だから石場さんは実はずっと森かけを言ってたわけです。だから僕はふさわしくないって言ってるわけです。森かけは冤罪ですから。森友学園事件っていうのは、加護池ご夫妻っていうタフネゴシエーターが、世間知らずの、はいね、事件勉強しかやってない財務省の役人たちに食い込んで、国民の税金から大幅な おそらくは不当な、まだ証拠はないけども、不当な値引きをしてもらった事件じゃないですか。そうでしょだからこれが諸外国の常識では、僕ら、アメリカ、イギリス、特に何に聞かれてきたかというと、あの、プラミニスター安倍は本当は、うんうん、その、森友って言われたこともありますよ。でもよくわかんないから、要するに、その学校からって言い方が多かったけど、賄賂、うん、いくらもらったんだよと、うんね。いや、賄賂をもらった、1円もあもらってないっていうのは、野党もメディアは認めてるところだ。じゃあ何が問題だって言われるから、うん、いや、僕は、 総理夫人が100万円寄付したんじゃないかと否定なさってるけど、えーね、とにかくその安倍夫妻を利用するのが籠池さんのタフな戦術の一つだから、えー、わざわざ寄付してもらったんだとでそれを聞いたアメリカ行き来をはじめあの海外の,あの政府高官たちはえ寄付したら問題なのかと <laughs> はい、はい、ね本当にそういう顔されたんでしょうね <laughs> いやもっとですよえ <laughs> 顎外れるみたいないやだんだん僕が疑いの目で見られるわけです <laughs> こいつはあの不可思議な国から来た奴なのかと <laughs> なんとなくあのべ米語喋ってるから同じかと思ったら違うんだみたいな、ね、<laughs> そういうねいや,それ,いやそれで連中はそんなことで許してくれないから、うん、じゃあ何が問題なんだっていうから今度は僕がいや官僚たちが、はいね、その安倍さんが賄賂をもらったんじゃないってことをはっきりしてても忖度したんじゃないかと言われてるとで忖度って本当は新しい日本語なんですけれども 今、妙な意味に使われてるけど、これを普通の英語にするとですね、英語でも米語でもね、c o n s i d e です。consider? にするんだって c o n i d です。ね。だから、あの、ビューロカーズ、官僚が、プランミニスタ、トップの考えを c 成 n i d してるのが問題だと。ああと、もう、もっと驚くわけです。はいすると日本は、選挙で選ばれた総理の考えを、選挙で選ばれてない役人が考える、c 成 n s i d 考慮に入れる必要はないのかと。 いやあるんですよって言うといやだじゃあ何なんだとでカケの方はもっとすごくてですねカケの方はもっとすごくてアメリカと日本じゃ危機が全然違うんですよ宮崎県ですでに好定域が起きて畜産農家が本当に手塩にかけてお育てになった牛も豚もそしてチーズ用の水銀も全部殺さざるを得なかったっていう大,大災害があって、ねはいえー、で 狭い海峡を挟んだ向かい側が愛媛県ですよ、それから、それ高肯定期そうですよね、で供給病は欧米,欧米でも深刻だけど、日本にも入ってますよね、はい、でさらに鳥インフルエンザーについて言うと、比較にならなが日本はリスクが大きくて、つまり隣の中国で、鳥から鳥へ移ってったやつが、鳥から人に移るようになり、今では鳥関係なく、人から人に移るようになって、はい、なって,て、死者が出てるのに、中国は情報を出さないと、はいね、中国からどれぐらい韓国が来てるんですか、今。 沖縄をはじめ、この東京にも京都にも、そうでしょう、だからリスクは全然違うと、えー、そんなのにそれを見られる順位が足りない、はい、しかし一方で、うんねえー、石破さんも含め、それから玉木さんも含め、はいはい、日本の政治家には獣医師会から、えー、その手厚い研究を受けた人もいて、はい、でその獣医師会っていうのは、そのペットの医者がこれ以上増えると、人口が減って、過等競争になると心配してるって話は、僕は別に。 政治研究の話は実はさすがにしてないけど、こういう一般的な、えー、あの獣の病気、動物の病気をめぐる情勢を話すとですね、えー、それでなんで獣医学部を増やしちゃいけないんだよと。えー、いやそ、総理が、えーあ、友達の人が理事長だからって言ったら、えー、えそんなもの、えー、世界中に山のようにあって、その友達からじゃあ総理は賄賂をもらったのかと、また聞かれるから、えー、いや、賄賂はもらってませんと。えー、で、野党もメディアもそれ追及してる人いませんと言うと。はい もうその辺からですね、えー、あの例えば、こういうのはさすがにね、その役者の会議室での話では、出ないわけじゃないんだけど、えー、そんな出ないんですよ。はい、出ても、ちょっとその時間ながら打ち切って、えー、あの本題に入ろうになるんですが、えー、その後、僕が主舞台にしてるのは、その後のビールとワインだから。はいね、で,できればビール好きだから、<laughs> まずビールから行くわけでしょ。はい でホワイトハウスの周りも<ー>あの簡単に言うと飲み屋だらけですよその<ー>レストランだけども<ー>別にさ高級料亭が囲んでるんじゃなくて普通のお金で普通に<ー>、ねあのー、飲んだり食べたりするとこばっかりですから<ー>ちょっと足を伸ばしたらジョ,ジョージタウンなんかねもっと庶民的なとこもあるしねそういうとこ行くわけですよ前から言ってんじゃないですかそのホワイトハウスの目の前っていうか歩いて一分のところに ホテル古いホテルがあってそこの地下のバーがオフ・ザ・レコードっていう、はい、オフレコってバーでね外務省が残念ながらこれ知らなくて<ー>だから僕外務省の方々に大使館の方々にこのバー行ってくださいと<ー>そうするとでっかい声で僕みたいな声で<ー>ていうかもっとすごい怒鳴り声で「タカイランに戦争に行けって言ってんだよ」みたいなことを、ね。<laughs> そりゃこうマジですよ。n s c 国家安全保障会議の人が、国務省のやつと、両端僕の顔見知りが僕に気が付かずに、広角泡飛ばすってこのことでお互いヌルぬル,ルになってんじゃないかみたいな。大体狭いバーだから、もう顔がこれなになってるじゃないですか。<laughs> 絶対ヌルぬル,ルですよね。その店の名前がオブザレコード。最高ですね。だからそういう場だから、ええ、あの、 <laughs> 連中はやっぱり、盛りかけは日本では大問題になってて、総裁選の前は特にね、僕先は最近あんまり会議行けないけど、日本に彼が来られた時にも、実は皇室でそういう話もしてるわけですよ、皇 <laughs> 室での英語の会話って、まず日本では関心も取れないから、うん、でですね、はい、何を言ったかというと、全然話されてないんですよ、この馬鹿げた盛りかけの話が、実は総裁選のメインテーマにされてたわけですなんと、ねでそれで動いた国会議員は23人ですよ。 本当は23人より多いかもしれない、もともとの50人入るはずの人も含めてね、うんはい、だから僕は問題だと言っててですね、しかも、あ,のあんま調子になって、明日の朝5時までやってしまいそうだけど、うん、ごめんね、これ、虎漏れの前がこれしかできないと思うけど、じゃあ、ここでですね、うん、日本を代表するあのクオリティペーパーの朝日新聞をですね、<laughs> ねちょっと、っょもうスタジオの外でどよめきよ <laughs> <laughs> だいたい今、朝日だろうが、産経だろうが、<laughs> 40代以下の人はほとんど新聞てと、宅配受け取ってないんだから、あつなく産業なんですが、<laughs> うん、今のところ、あのコールテペーパーと称してるんですね,、うん、ね、この朝日新聞が、うん、首相、崩れた圧勝、圧勝、うん、みたいにね、<laughs> <laughs> そういうねあの、話の権威を疑わせること言わないでほしいですね、ごめんなさいね、それがですね、こんな記事ははっきり、こういうのも全部細かく読みますよ、僕は。<ー>その上であちこち電話するんですか、嫌われながら。 その中でもね、注目すべき記事がこれなんですよ。憲法改正、さらに視界不良。ね、<ー>これが客観的に書いてると思うでしょこれちょっと全面で映るようにね、朝日新聞の広告にもなるから、ね、映してほしいんですが、これね、あの、今、ざーっと見ていただいてるってんですが、ネットで再生するときにはこれ止められるでしょだ止めて読まれたらいいんですが、今、あの、僕が公平にですね、書いてることを、そのお、要約するとですね、その、お 総裁選で総理はその憲法改正を盛り上げようとしたけども、も、はい、それがうまくいかなかったと、えー、でもその記者会見で、えー、総理は憲法改正は総裁選の最大の争点だったと、はい、これも、盛りかけは争点されたと言うべきなんですよ、うんね、憲法改正が最大の争点になってましたか でも朝に記事に戻ると、総理はそう言ったと、うんね、で自衛隊を明記する自身の改憲案が侵入を得たという主張だと、だここも僕と意見違いますね、明記だけは足りないと僕は言ってますから、うん、そのあとにですね、この真ん中あたりからね、しかし、石破氏は、敗戦が決まった後も、首相の前のめりな姿勢を厳しく批判した、改革後、石破さんの言葉として、憲法の向き合い方をそ略にするのは国を考えていないということだと、ね。 で党の間も会見論議は丁寧に進めるべきだと意見は根強いと、うん、で総理はあからず記者会見でそう言っているけど、公明党の山口代表も、あの慎重な否定的なことを言っていると、うんで、来年は統一予選鮮国位継承、大阪での G20、直ちに一定がめしが珍し、自民党案を国会に提出できたとしても、衆参3分の2を維持する参院選までの間には、発議ができる環境にはないのが実情だ。うん、こういうのをね、近畿弱弱役って言るんですよ。もうあーっともう喜んで書いてる。 俺は元記者として、記者もデスクも喜んで書いたなっていうのはすぐわかるんですが、ここで言ってるのはですね、何を言ってるかというと、要は、参議院選挙までの、これね、最後の、最後のところの本音が出てるんですよ。ここちょっと映しておきます。ね。衆参三分の二を維持する参院選までの間に補議ができる環境にはないのが実用だと。つまり、この総裁選の結果、自由民主党内にも石破さんをはじめ、ね、あの、参議院選挙までに、 えー、会見案を、はい、国会が発議して国民党にかけるべきじゃないって意見が多くなったんだから、参議院選挙までは会見はできないんだと。えー、参議院選挙は消費増税があるし、負けるんだと。えー、ということは、憲法改正は、あえて言うと反永久的にできないんだと、えーね。それがこの記事の本音なんですよ。うん、だから、朝日新聞を誹,誹謗中傷して言ってるんじゃなくて、えー 記事の裏側に何があるかっていうのをこのようにメディアリテラシーってカタカナであんまり言いたくないけどメディアを正しく活用すること、はい、そのために皆さんにここに気がついてほしいから、ね、僕の自宅に届いたやつを持ってきたんですがさらにもう一個言わなきゃいけないんですよ、ね、で今日はニュース項目がなかなか僕の願いと違ってて大坂選手の話も全然なかった <laughs>、ねえー、白鵬関の着せなさともなくて白鵬しかな,なかったんですが今朝、はい 午前4時に僕の自宅に届いた今朝の朝日新聞のこれは社会面です、はいね、いわゆる第一社会面ですでこの社会面左肩に何が書いてあるかというと「日本人って私のモヤモヤ大阪選手の快挙で多用されるが」点点点と書いてあってですね、えー、なんとこの記事に書いてあるのはその女子テニスの大阪南選手が大躍進してるのは素晴らしいけれども。 応援や報道で日本や日本人が多用されることに違和感を抱く人たちがいると、はい、これぞっとしませんこれ差別新聞じゃないかねえ、うん、言ってて怖くなんですけど、うん、でその中にこの朝,朝日の取材を受けた人が3人出てくるんですが、えー、その3人の方々をあげ,げつらうつもりはもちろんなくて、はい、本当はどうおっしゃったかも分かんないから、はい、ただ3人ともですね例えば あのー、親の一人が、えーえー、例えばですねある女性はお父さんが日本人で、えー、お母さんがチャコ人<あ>それからあるタレントの方は、えー、や,やっぱりこれは両親のあお父さんが米国人で、えー、お母さんが日本人、はい、ねでそういうような方々が出てきて、うんえー、要はその自分たちは。 日本人になること聞かれたらいろんな差別,差別はおっしゃってないかもしれないけどそ,そういうことをこう強調されててですね、うん、でで例えばねあの、えー、友達と飲食店に入ると自分だけのけまねされるとかそれからもっと大事なあの重大なことが書いてあるのはこのタレントの方がね,ねえ えー、これおそらくお父様はアフリカ系アメリカ人だと思われますけれども、はい、その方があ大阪選手が全米,全米オープンで優勝して間もなくの時これ記事に書いてあることね、はい、ここに書いてあるんですが、はい、行きつけの居酒屋に行くとですねそのある男性が正直日本人初で優勝するなら本当の日本人が点点点と話すのを聞いたと、はい、ねこれすあんまりにひどくない これは、この居酒屋でこういうことを言うおっちゃんがいるっていうのは,それはあの僕も聞いたことあるし想像に固くないけど大事なことは、ですねいろんな見方、考え方あるけれども大阪選手が自ら日本の選手であることを選ばれていることをみんなですごくねあ,のあえて英語で言うとアプリシエイト日本語にない表現だけどアプリシエイトというのは評価しつつう嬉しく楽しく受け止めているっていう意味ですよ。 ね、英語の中で最も良い響きのこと<ー>ね、はい、それをみんなで一致してるわけじゃないですか、うんね、例えば肌の色とかいろんなことを、ね、そういう差別意識も持っててそれで居酒屋で言う人もいるでしょう<ー>ね,ねで僕みたいにたまたま世界を歩いてたからあるいは生まれ神戸ですから神戸は昔から黒人普通に、はい、だって阪急ブレーブスにバルバン選手もいらっしゃったから、はい、大ファンでしたから、はい、ねそのそう,いうそういうこう 特別にしないい人もいるでその違いがあった上で、一致してるわけでしょ、今、うん、大坂選手が、大坂、ね、えー、大坂なおみ選手が、自らの意思で、日本の選手はああいうことを選んだくどく、くどく言ってんじゃなくて、一致できる点を探すっていう理想的なことが社会で起きてる、違いを無理やり黙れとか、うんね、けしからんとか、ね、取り締まるとか、非、ね、難するとか、炎上させるじゃなくて。 一致できる点が見つかっててそれでみんなが応援してて、はい、トレーパンパーシフィックで準優勝に終わっても、はい、あれだけイベントでたくさん体力つかないかがら頑張って、はいね、また次のグランドスラムに向かってあるいは次,、はい、次は実は中国の武漢での大会はお休みされるけどそれは僕は正解だと思う、ね、それあとシンガポールでもいろんな大会あるから、はい、そこに向かってみんなが一致して応援してると、はい、それをこの一致点をわざわざ突き崩して自分こそが、はい。 実はプレジデス偏見に基づいて記事を書いていることが分からんのかと、うん、この体質で憲法改正の話をされちゃ困るってことを言ってるわけですよ、うんね、でこれはあなんていうか朝日の中でも僕は議論が出るべきだと思います、うん、あの知り合いの僕と意見が真っ逆さま違う朝日の記者に、うんえー、は電話して「はい、あんた社会面見たか?」ってあ<ー>うん っていう答えが返ってきたんで、当然、やっぱり内部で、住民主党と同じように、住民とであれ、朝日新聞であれ、どこであれ、内部でも議論すべきだと思う、まあ,あ、新聞取ってない人が多いから、今日実物持ってきまし阿部さんの続々とご質問のメールをいただいてるんですけれども、先ほどの阿部のさんのお話で、もうすでにお答えがね出てるようなことがございましたので、ご意見メールをちょっと一つ読ませていただいてよろしいでしょうか。青山議員さんへ 安倍総理参戦の女子の反応についてというタイトルなんですが、えー、職場、おばさんや若い子仲間で安倍総理参戦を受けみんな残念がっていました私は安倍さんでよかった麻生さんも菅さんもいいと言ったらみんなに驚かれ安倍さん最悪やめてほしい石破さんがよかったってみんな言っていてそれから皆に引かれてます石破さんの話は分かりにくくてじゃあどうするのがじゃあどうするのがないような気がしました。 みんなこんな感じなのかなという50代女性の視聴者の方からなんですけども、えっと、同じような格好見を僕のブログにもいただいてますけどねまああのー、おっしゃってることがよく伝わってきますけど、えー、ただその自分自身の自戒も含めてね、えー、その周りでこうだったから全体こうだっていうふうにはあんまり、えーあのー、思わない方がいいっていうよりは思う必要がない。えーえー はい、ただ、全体に、うん、あの盛りかけが始まってから、うん、あの世論調査をやると、女性の目が厳しくなってるのは事実なんですか。盛りかけって見かけよりもっと影響あるし、この総裁選で野党は、秋の臨時国会でもやるとおっしゃってますからね。あまだやるんですかえと言いながらですね、えーあの、これだけあのいろいろオールドメディアが頑張っても。えー もう一回言いますよ、この朝日新聞がこれだけ全社挙げてやっても、ついに安倍内閣は潰れなかったんですよ、今後3年間何が起こるかわかんないけど、実は潰れてないわけですよね、だから先ほどバランスとおっしゃった、有権者の、来てくださった方がおっしゃったけど、そういう国民のまともな感覚っていうのは、ちゃんと生きてるんで、だからこの方自身も女性ですよね、いあの。 みんなから引かれちゃってるってのは分かりますけれども粘り強く静かに話していけばやがてみんなが分かるときもみんながっていうかみんなの一部が分かるときもきますから諦めないこと諦めたら終わりこんな連日連夜ワイドショーでやってりゃねそうですそりゃね毎日ですもんね今ね一般的なオールドメディア世論調査で今18歳の選挙区あるでしょ 18、19って世の調査全体も何ぐらいか知ってますこれ大体1%ぐらいパーセントなぜかというと、無作為で電話かけてるの本当ですが、18、19の人で答えてくれる人はほとんどいないんですよ。だから、選挙権持ってる18、19が1%。で、20代全部、29歳まで全部入れて、大体10%いかないんです。だから世の調査って言ったって、 あの喜んで答えてくれる人っていうのが、うん、だからやっぱすごく年配の新聞の定期購読なさってる方が多くて虎ノ、えーはい、ニュースもまず見ない人が多 <laughs> い,、ね、いと思いますだから諦めちゃだめですねはいだからこそ